久保さん。商店いいんじゃないですかうん。なんかいい感じですね。三丁目の夕日。ま、ああの、まあ、いろんなやり方あると思うんですけど、まあ、僕がおすすめするのは本当にちっちゃな、ああ、お店。で、そこに常連さんがもうずっと何十年、三十年の常連さんがいる。で、三十年の常連さんが百人ぐらいいる。もうそれで十分だと思います。三十年の常連さんが百人いたら、ま、あまあめ、あの、なんとかなりますよ。 うん、だからまあ、一番ビジネスで大変なところって何かっていうと、集客なんですよ。本当に。お金かかるし、まあ、広告かけるんだとお金かかるし、無料でやるんだったらすげえ大変なんですよ。だから集客って超大変なんですよね。だけど、リピートって簡単なんですよ。集客は大変だけど、リピートた簡単なんですよね。例えば、まあ、居酒屋とかもね、いいお店だなと思ったら、そのお店に通うじゃないですか。 だけど、そのお客さんをフックさせるまでは大変なわけですよ。広告出したりとか、食べログ出したなんかいろいろあると思うんですけど、大変なわけですよ。だから、あのー、リピートが生まれるビジネス、リピートが、こう、してくれるようにするっていうのが、僕は大事かなと思いますね。うん。 まあ特にまあ久保さんの場合はその収益構造が今、コンテンツビジネス以外の部分がウェイト高いのでまあ金利でこう入ってくるっていうところがあるのでまあ商品数がまあそんなになくてもねいいんですけど僕の場合はリピートしてもらうための商品数は必要なんですよだからアップルもそうなんですけどアップルも正直もう iPhone ってもう完成系じゃないですかあれ以上なんかもう 無理ゲーじゃないと思うけど、まあ、無理やり詰め込んでる感あるじゃないですか。もう iPhone 十分じゃないですか。<laughs> もう、iPhone 10ぐらいでもう MAX10 年,年経って iPhone 10みたいな、X みたいななんか出しましたけど、もうなんかもう十分じゃないですか。そんなに目新しい機能つけられなくないですか、逆に。うん。だけど、まあ、常に1年に1回、まあ、2年に1回は新製品投入するし、あの、 エアポッツプロとかね、エアポッツとか出したりとか、パソコンの会社なのにね、もともとパソコンを売ってた会社なのに、ありとあらゆる商品出してね、こう売ってるわけですよ。で、僕はまあアップルですよね。うん、まあリンゴを生やすっていうね、いろんなリンゴの、こう生やしていくっていう。だから、まあまとめると、まあまず、そのリピートできるようにお客さんとの信頼関係を構築する。で、なおかつ商品ラインナップ、商品を作れるようになると。で、これができれば、 もうビジネスは安定します。リピートも、もある。で、リピートを促すための商品も作れる。市場に投入できる。まあ安定してますよね。アップルもう常に新商品出し出しますかいろんな。だ前、去年だったかな、ヘッドホンも出したよね。ヘッドホン7万ぐらいですよ。高ないですかアップル。ヘッドホン。まあイヤホン出したがら、まあだまあまあ流れ的にはそうかもしれないですけど。 ヘッドホン多分6万8000円か7万ぐらいですよヘッドホンそう iPods Max かこれすごないですかこれ7万ぐらいで出してますけどそうで AirPods 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 からのプロ出してプロパン出して今度 Max みたいなね今度何出すなら Max2 とかですかこのヘッドホンの進化版とかうんもうほんと Apple はねでもこれねなんかそのすごく 4月21日、あ、あれじゃないですか、アップルまた新製品発表じゃないですか、これ。新製品発表するのかな二千アップルの、その、21日からまた、アップルへ、アップルの発表会ありますよ。何発表するんだろう。毎回毎回ね、あの、なんか発表してだ、なんか出しますけど、アップル。だ時計も売ってるしね、今。パソコンエアなので時計も売ってるし、まあ、エアパッド、パッドも売ったりとか、もう、いろいろありますからね。 うん、なんで、まあビジネスをこう、ビジネスをやっていくんだったらね、金利だったらちょっと別枠ですけども、じゃあしっかり自分で商品を売ってこうビジネスをやっていくんだったら、商品をたくさん作れた方が僕はいいと思います。うん。なんかよく1商品で、なんかそれを自動で売っていくみたいなのあるかもしれないですけど、別にそれもできないことはないんですよ。だけど、やっぱ限界値があるんですよ。うん。1商品だけだったら。うーん。 ま、限界値って何かっていうと、集客の限界値ですね。うん、集客の限界値があるかなと。うん、だから、ま、広告露出するか、まあ、久保さんとか僕みたいに量こなすか <laughs>、もしくは一本当てるかっていう、だここ大変なんですよね。一般の、まあ、僕と久保さんは別に大したことないですけど、一般の人はなかなかできないので、うん、ん、そこを考えるんだったらやっぱ商品作れるようになった方がいいですね。 ま、今度ね、僕は販売しますから。来週か。来週、その、販売するんで。はい。以上です。では。